どうぞ、はい、これは、城下っていう、電停ですか、目の前が、はい、路面電車の、電停の前です。そうですよね、はい、岡山から近いですよね、これ城下岡山から近いですね、5、6分、うん、もう歩いていただいても、10分か15分で岡山駅からここまで来れますし、路面電車に乗っていただいたら5分ほどで、ああそうですか。で岡山の後楽園っていうのは向こうの方向ですかね。後楽園っていうのはもう少し東の方向に。あ、そうですか。岡山城と後楽園。あ、そうですか、はいはい、今時刻は18時10分ぐらいですかね、はい、でこのよいしょっとこの目の前ですね、これシンフォニーホール岡山、はい、岡山シンフォニーホールとシンフォニービル、はい、じゃあコンサートかなんか、コンサートも今日もありますけど。あ、そうですか、はい、はい、分かりました。もう研究者はすべて帰りましたね。建設してくださった方は今日は皆さんお帰りいただいたんです。あ、そうですか、分かりました。これが献血ルームモーターのですね、はい、はい、あ、もうこれこれ季節柄ですね、もう時節柄っていうかね。そうですよね、クリスマスツリーが季節なんです。そうですよね、これがクリスマスが終わったらこの門松が出ます。あ、門松が、はい、あ、なるほど、正月ですもんね、はい、なるほどね、はは、これ場所的にはいいですね、これ ね、 ちょうどね、場所は非常に岡山のランドマークのようなあのタワーのところで、うん、いいところなんです。そうですよね、はい、じゃあ行ってみます。献血ルーム桃太郎ですね、はい、よいしょ。じゃあちょっと中に、受付時間はまあこんな感じですかね。はい、受付時間は10時から毎日させていただいてます、うん、そうですね、はい、はい、よいしょっと、おー、こういうと、ね、こういう感じで映ってますね、はい、はい、こういう感じ、こちらの方があの来ていただいた時に最初に受付で待っていただくと、うん、あ、こちらですね、はい、はは、実はこちらね、あの来てるんですね、前にね、はい、2年ぐらい前かな、なんか来てるんですけど、はい、その時あの待ち合い室だけあの撮影して、はい、撤退してるんで、はい、再起室は撮影やってなかったんで。ああ、そうなんですね、あのですから今回あのリベンジっていうことで、はい、そうなんですよ、はい、あ、これ直近じゃ一番広いですね、はい、一番広いルームですね、直近ではね、はい、こちらが採血室ですね、はい、入り口で前来た時もこれがこれ変わってないんじゃないですかね、この献血ちゃん。そうですね、変わる前も確かこの上に乗っかってたような気がしてましたね、はい、であれは澤さんですか、あのポスター、宮、あ、違うか、宮さん、宮間綾、岡山に湯の郷ベルってありました。お、女子サッカーのスローリングチームがありました。この当時、あ、宮間綾って書いてますね、はい、それからあと、まあ、J2 のマジアーナっていう、うん、こちらはあの、うん、J2 の、アジアの岡山っていうサッカーチームが、こちらのアンバサダーになって、はい、そうですか、なるほどね、まあ、キーはこれ普通ですね、はい、今、暗証番号が結構多いんですけどね。そうですね、暗証番号のところも多いんですけど、だんだん忘れられるっていうのもあるもんですから、うちはこのままキーで。あ、そうか、まあね、でこれね、これ体重を測られたのはこれは珍しいっていうか、あまりないんじゃないかな、これ体重これね、あ、毎回測ってる。そうそう、あ、そうですか、これはいいことですよね、だけどね。そうですね、うん、だんだんこのように変わっていくんではないかと思うんですけど、そうですか、まあ、成分献血の方には毎回体重によって血小の採取量が変わってきますので、この都度測らせていただいているんです。あ、そうですか、まあ、本当に言えば2週間ごと毎月来てくださる方はこんなに変動もないんでしょうけども、じゃあこの人は測ってこの人は測らないというわけにはいかないんで、はい、もうそうですよね、お手数でございますが皆さんに体重の方、うん、からしていただいて。あ、そうですか、はい、分かりました、まあ、自動血圧計ですね、
問診室、あ、もう先生はお帰りになられ、先生今日もあの、うんうん、帰られたもんで、そうですか、はい、分かりました。あとはこれがキッズコーナーですね、はい、キッズスペースってなってますね。土曜日曜お子さん連れの方もいらっしゃいますので、うん、まあ休んでここで待っていただいたり、それからビデオを流したりして、なるほど、はいはい、こちらが出口ですね。あの献血が終わられた後、うんうん、一方通行になっておりますので、こちらから出てきていただく、そうですね、はい、こちらにも自動販売機が、はい、ありますね。2台あるんですかね、自動販売機が置いてありますので、こちらがトイレですね、はい、こちらがトイレ、はは、なるほど。こちらが第二待合室ですかね、行ってみればね、そうです、待合室というか休憩室ですね。あ、休憩室ね、休んでいただくところに、主にあの献血が終わった方の、そうですね、終わった方に、ここに書いてあるわ、はい、採血がこちら、なるほどね、こういう、あそこへ、うん、そこのところ6番で、あ、なるほど、あそこの方へファイルを置いていただければと思います。ああ、そうですか、ははこれ衣類をかけるのもこれも珍しいんじゃないかな、献血ルームであまり見ないんで、これね、これはいいこと、まあ、反対に言えばあの、うん、間違って持って帰られたりとか、あ、そうか、いうのもあるんで、多分これを考慮して、どこともないんだと思うんですが、うん、まあ、先献血者の方の利便性を考えると衣類とかも、うん、かけさせていただいた方が手腕にならないのかなと、うん、でも間違って持っていくなんてない、ね、ないじゃないですか、いくらなんでも自分、ね、自分のね、の自分のただここへ忘れ物では、ああ、そうか、忘れることはありますけど、ね、忘れ物で一着残ってるんですけど、あ、これ残ってるの、はい、あら、この、ちょうど日曜日に忘れられた分が、日曜日に、今日は水曜ですよね、そうですね、でも本人気づかないのかな、これだってこれ冬でしょ、冬です、ね、冬はね、大体ね、これただ車等でお越しになられてこのまま帰られるかわからないのかなというのもあるので、でこれ名前かなんか書いてないんで、はい、あら、でまあちょっともしかしたらよく来られる方だったら次にと思っておられるのかということで、このまま置いてあります。なるほどね、でも連絡欲しいですわね、一方 ね、はい、分かりました。お菓子が、これがまあお菓子、はい、トイレがもう一つ、あ、これ気づかなかったな、あ、これトイレですね、はい、あ、多目的トイレって書いてますね、はい、こういう作りは珍しいですね、こういう作り、この、はい、向こうから入ってきて、もともと既存の建物というかお店があったものに、ね、新たに入りましたので、こんなちょっと、なるほど、作りで、ここは昔は廊下、ん、普通廊下、昔店が入ってた、店が入ってた、別の店が入ってた、ここへこう、ああいうふうに廊下があって、こっちへ、あ、廊下、廊下、通路、あ、通路だったんですか、はい、それとここはまた別の店があって、あ、なるほど、で出入り口があったりして、ああ。そうですか、はい、ですからちょっとこれを、なるほど、店で言えば2軒分とか3軒分をこのままお借りしたんで、あ、そうですか、ちょっと入り組んだような作りになってます。ワンフロアでこんだけ広さがあるところは全国に少ないと、うん、だからこういう作りなんですよね、なんか変わった作りだなと思ってね、はい、わざわざこういうふうに作ったんではなし、こうビルがこういうふうなビルだったところに入ったものですから、あの、ちなみにこの店は前はどういう店だったんですか、この、こちらのレコード屋だったと思います、レコード屋、はい、へえ、なるほどね、これは珍しい作りですね、はい、うーん、レコード屋、これは前来た時と変わってませんね、そうですね、ね、ここへ作った時にこういうふうな作りで作ったままです、そうですね、はい、まあ、こちらにいろんな漫画が、まあワンピースはあるんでしょうね、どこでもあるんですけど、
だんだん全国的には漫画が少ないセンターもあるかと思うんです。なくなっているセンターも、まあうちはそのまま漫画雑誌、これですね、ワンピースね、はい、これどう、中には研究者の方が持ってきてくださって、あ、そうですか、かかってるものもあります。あ、なるほど。これ87巻、これ順番に並んでるんですかね、1から。これはこれは1からですね。1、2、3、4、5、6、87が最後かな、これ。あの直近で献血したあの松本献血ルーム、はい、サントビューね、あれはあそこもこのワンピースがダダッとあって、確か90何巻までありましたね。あ、でもここも80何巻ですからね。そうですね。さすがにゴルゴ13はないですね、私の好きな。ゴルゴ13はないですね。ないですね。この代わり、おいしん坊が結構こちらの方と。なるほど。おいしん坊。研究者の方が持ってきてくれなかったんで、こっちにもある。ああ、これね。あ、おいしん坊ですね。ああ、なるほどね。そうですか。あ、こちらにもね、待合室があって。なるほどね。私、来年の3月12日が誕生日なんで、2ダイヤなんですが、こちらで卒業生見送りましたかね。そうですね、今年も何人か、何人か、はい、いらっしゃいましたね。卒業もう最後っていう方も、皆さん悔しがってませんでした、まだまだできない、うん、寂しいっていう。あ、寂しいと、ね、悔しがるというよりはやっぱり、ちょくちょく来てたのが来れなくなるっていうのは寂しいっていう、うん、あ、そうですか。ご意見の方が多いですね。あ、そうでしょうね、はい。ちなみに今日の献血数は何人でしたかね。今日献血者が59名、62名来ていただいて、62名来て、実際には59名の方に助けていただいて、 3名がない、3名の方お願いが、でも優秀な方じゃないですか。そうですね、比較的今日はお願いができなかった方が少なくて、大体1割はダメだって言われる。そうですね、今日は優秀な方、優秀ですね、で、この時間に献血者が、いなくなるっていうのもなんか珍しいって。珍しいです。普通ならこれ、普通でしたら7時前ぐらいに、あら、いらっしゃるんですけど。あ、そうですか、はい。で、普段と比べて少ないですか、平日は。今日は水曜日は朝から30発限定なんですが、花鉢のプレゼントを行っておりますので、あ、花鉢、水曜日が一番平日の中では多いです。多い方で、まあこの感じですけど、ね、あ、多い方で今日の感じ、はいはい。でもこれだけの施設があってね、もうちょっと来てほしいっていうのはあれでしょう。まあ平日ですね。ただ土曜日曜でしたら、成分献血の方も2時間待っていただくとか、待ち時間がかなり出ておりますので、途中で帰っちゃうと売られますね。途中で帰られたり、朝来られ、せっかく来ていただいても、うん、待ち時間をお伝えすると、いやーっていうふうに帰られるのが本当に心苦しいんですけども。そればらけてほしいんですよね。そうですね。やっぱり土日に。ただまあ平日、患者さんはまんべんなく血液が必要なもんですから、平日も助けていただきたいんですけど、まあ、それは多分は仕事でしょうね、はい。私は現役時代はね、やっぱり土日しか献血できなかったもんで、それはやっぱ普段仕事やってるとね、なかなか、今はリタイアしてるんで、だからまあ今日みたいなね、平日でもね、はい。まあ来年の3月12日が誕生日なんで、もう3月11日にが最後で、もう決めてるんですが、ちょっとね、今まで2週間にほぼ1回のペース、これはパタッとなくなるんでね、生活のリズムが崩れるし、ちょっと体調を崩すんじゃないかと。これと健康管理で検査結果もお届けをしたものがなくなるっていうのも、そうなんですよ。私その検査通知書、はい、それである程度の健康管理、はい、
まあ、人間ドックに比べればね、検査項目は少ないですけど、まあ、どうしても肝臓の機能であるとかコレステロールが中心になってしまうんです。糖尿病の検査、まあ、そうが今増えておりますので、これは大事ですね、はい、これはね、だから、まあ、もう健康の目安でしていただければ本当に助かります。そうですよね。であれですよね、ちょっと延長という考えないんですかね、そういうのまだ議題に上がってませんかね。例えば65から69までの間に3回なり5回なり献血した人に限り特例、私あちらこちらのルームでね、同じこと言ってるんですけどね、はい、特例制度、特例として75まで献血できると、まあ、今後もしかするとあるかもしれないですよね、うん、こういうことも原料の結晶と不足ということもあれば、うん、ただ今まで厚生労働省の方が2回緩和をしてくださったんですね。2回、はい、昭和61年に200から400と成分献血が始まった時と、はい、それと、男性の17歳の献血が可能になった、400の献血がですね、可能になったのと、69歳までこの年齢延長されたというのが、うん、この2回、厚生労働省が今まであんまり緩和してくださることは少ないんですけど、うん、こうやって緩和をしてくださった事例がもう厳しく厳しくはなるんですが、うん、今回もまた新たに熱を測るというのが迷惑効果、セブン熱は測られましたね。でも他の献血ルームではまだやってませんね。まあ試行なんで来年の4月の1日からは完全に、あ、そうですか、皆さんに測っていただくように。来年の4月、はい、今は試行段階なので。なるほど。で、まあ、まあ、早い先行導入しているセンターは早め早めに、ああそうですか、はい、させていただいて、うちの方もついこないだから、まあ、始まった。そうですか、まあ、来年の4月だから私当然献血できないんですが、はい、これも厚生労働省がやっぱり体調管理とか、うん、やっぱり献血をしてくださる方の安全、うん、これから献血を受けられる方の安全ということで、はい、指導があってですね。なるほどね。まあそれはいいんですけどね。でも一番肝心要のね、延長っていうのをね、ちょっと議題に載せてほしいんですよね、議題に。やっぱり70ってまだまだ元気でしょ。しかも69までの延長したのが平成11年なんですよね。もう20年間ずっと据え置きなんですよね。もうそろそろ見直してもいいんじゃないでしょうかね。そうですね。で、うん、やはりまあこうやって高齢化社会で皆さんね、働き方改革でどんどん働いてくれっていうことでございますので、うん、はいはい、まあ、献血の方もまだまだ助けていただければですね、うん、だから75まで伸びればちょっとね、ちょっとですけど安心するんじゃないですか。75まで伸びれば。そうですね。そうですよね。まあ一律っていうわけにはいかないと思いますが、まあ、こういった献血の、ね、いつもしてくださる方については延長っていうのも、ああ、やっぱ国会議員に動いてもらわないとダメなんですかね、こういうのは。これ決めるのは厚生労働省ですよね。厚生労働省ですね。実はね、今年の5月にね、ある国会議員にね、意見要望として、挙げました、はい、一応延長ですね、はい、ただその議員がね、動いてくれてるかどうかまだ分かんないんで、聞きっぱなしっていうのもね、当然考えられるんでね、やっぱりこれ国会議員に動いてもらわないとね、これ困るし、ね、これね、やっぱり ね、だからちょっと来年になったら、件どうなったんだっていうんで、ちょっと問い合わせしてみようかなと思うんですが、うん、まあ私が75になって決まっても意味がないんでね、できればあと1、2年でね、75まで延長できればね。失礼ですが、今日見ればよかったんですが、回数は何回になられました？400、もう、最後のね、
献血も分かってます。あの438で打ち止めですね。ちょっと待ってください。一応間違えちゃうと ちょっと待ってください。今見てみますかね。よいしょっと。今日で433回。確かあとね、1、2、1、2、3、4、5、6、それで1、2、3、4、5、あと5回だな、はい、438回で打ち止めですね。そうです。あと5回できます。いえいえ。で最後のあの最後はもう誕生日の前日、3月11日に、某献血ルームでこれはまだちょっとあの秘密っていうか、あの、はい、精神18切符が3月、はいはい、あの発売されるんで春の、これで行きます。ですから遠いです。ああの遠いです、はい、ここもねちょっとあの、不満の残るルームで、あの再起室の撮影がやってなかったんで、はい、あのですから、そこが最後ですね、ちょっと残念ですけどね、はい、まあ献血デビューがね平成11年だったら50かそこらで献血デビュー、これデビューが遅すぎたんですよね。これが20代からねずーっとやってればね、そうですね、今ちょっと献血デビューが遅かったんで、あのきっかけがないとね、やっぱり若い頃から、まあ、してくださる方もいらっしゃるんですけど、どうしても周りで血液を使ったからとか、周りで血液が必要になったからとか、親が世話になったからということで、献血を始められる方が多いですの でいざこれじゃあ自分がしようかなっていう頃になると、やっぱりこう40、50とかいう、薬を飲まれたり、ご自身の体調が優れなかったりで、なかなかお願いができなかったりするっていうことなんで、そうですよね、できればあの若い方に献血を若いうちから助けていただきたいのは山々です。でまあ理由を聞くとね、痛いの怖いのっていうのがねこれね、まあ、あの先入観なんですよね、あの前にもね、あの佐世保の献血ルームの方にね、お話ししたんですけどね、ものは試しでね一回やってみたらどうかっていう、ふうなあの話をしたんですよね、でだからその最初の第一歩がね、あと秋葉献血ルームの人がね、やっぱりその痛いとか怖いって言ってんで、でそれあの献血やってね、でその後どうだったって聞いたらね、いや全然その痛くなかったって言うんですよね、だからよく食わず嫌いってありますよね食わず嫌い、だから献血もねあのやらず嫌い、要するにもう先入観でね痛いとか怖いとか言ってるんですけど、これ1回やってね、例えばこれ10回で記念品もらえますね、はい、おちょこ、おちょこ、まあ杯なんですけど、あのその道 あの女流作家が作った、そうですそうです、ねはい、10回30回50回100回でしたっけ、10回30回50回100回あの70回だ、あそうですか、70回が銀色有効賞がありまして、それから、100回で金色有効賞と、これからあと100回の50回ごとの、なるほど、あります。これね10回20回ね続けるとね癖になるんですよね、そうです癖にね、ただまああの学生の間に時間があってしっかり、まあ、献血をしてくださった方もこれじゃあ就職されて、これじゃあお仕事が忙しくって何年も空いてしまうっていうこともあります。ああそうかそうか、はい、それとまあ、 あの結婚されてる女性の方もそうですけども、家庭環境、周りの環境が変わって献血からちょっと足が遠のく、ああそうか、そういうケースもあるわけですね、はい、いろんなケースがあるんですか、なるほどね、あのちなみに露血、あの私みたいに遠くから来る方おられます？はい、まあここがちょうど観光地に近いんで、あの場所によってはこう、ビジネスホテルが近所にあります、まあ、出張の、ということで、まあ、
東京あたりからとかいう方もいらっしゃいます。それはあの出張のついでですよね。そうです、あの献血が目的でこれではあの本当に少ないですね。いることはいる、いることはやっぱり全国47都道府県を行くっていう目標を持ってられる方もいらっしゃるんですから。あ、そうです。やっぱりおられますか。おられます。私と同じのが私と同じ方が、はい、でもその方はあれでしょ、あの写真とかあの動画は撮らないでしょ。私みたく、ね、ね、やっぱりあの足跡を残しておかないと ね、うん、これあの一応私のブログでアップしますから、あの足跡は残りますから。え、そうですか。なるほどね。あの我々はね、あの旅行献血って言ってるんですよね。旅行献血、献血しながら旅行すると、あの略して旅血、だから私もこの後ね献血しますわね。まあ、まあ献血本当はね、点々、はいはい、とあの1日おきとかできればいいんでしょうけど、2週間最低空けていただかないといけない。そうそうそう。ですから岡山は後楽園ですか、有名なのは。岡山後楽園。そうですね、岡山後楽園が三大庭園なんで、まあちょっと水戸とかに比べると、あの地味ですけど、岡山後楽園、はい、岡山城の隣にあるんですかね。そうですね。ここから歩いて5、6分ですかね。岡山、ここから5、6分ですね。もうすぐそこです。もうすぐそこです。方向としては方向としては、あちらの方向ですね、はい、あ、そうですか。明日だから岡山後楽園でちょっと、まあ、行ってね、はい、で明日はあの、出雲、あ、島根、そうです、出雲まで一応行って、はい、まあ、出雲大社はあのだいぶ前に行ったんでね、まあ、そこはスルーして、あのその先になんかあの岬がありますね。なんとか岬、なんとか岬、ちょっと今どう忘れしましたけど、出雲大社からなんかバスが出てね、岬があるんですよね。あの風光明媚な、あの岬の突端、なんとか岬、日の岬、あ、日の岬かな、なんかありましたね、出雲大社から、あのバスで、そちらの方をあの訪ねようかなと思います。そしてあの何ですか、市畑電車、バタ電、通称市畑ですね、あれに乗っかって、あと市畑はバスも走らせてます。あ、そうですか、市畑バス、はいはい、あ、そうですか。何年か前映画になりました。あ、ありましたね、レールウェイ、はい、あの中井貴一さんね、はい、あの40代になって運転手になったわけですね。ははは、はなるほど、そうですか、はい。おおむねこれでも献血ルーム、あ、一応待合室はこれで一応止めて、あとちょっと再建室の方をお願いしますね、はいはい、一応じゃあこれで待合室止めます、はい、はい。